リスボンメートロは、ポルトガルの首都リスボン市の地下鉄である。1959年12月29日開業で、2009年8月30日現在、4路線、約 40km、46駅の規模である。青線別名、カモメ線、アマドーラエステ駅サンタアポローニャ駅17駅 12.9km、黄色線別名、ヒマわリ線、オディベラス駅、 だト駅十三駅十一一キロメートル緑線別名、カラベル線線テレーラス駅カイスドソドレ駅十三駅八点九キロメートル赤線別名、オリエンテセンサンセバスティアン駅空港駅十二駅十点五キロメートル運賃改定が、たびたび実施され、現在では一回乗車につき一点二五ユーロである。その他、バス、市電を運行する、カリスとのコンビネーションギップや、1日乗車検討が、 発売されている。2008年より、次期券が廃止され、乗車券は、リスボア・ビーバカードといった、スイカのように、IC 部分を改札にかざすタイプとなった。定期券も、リスボア・ビーバカードに記録する形となる。片道券、往復券、1日乗車券等の初回購入時には、上級運賃に0.5ユーロの、ビーバ・ビジムカード代が加算される。 二回目以降はカードを券売機に挿入すると、カード代0.5ユーロが差し引かれた金額が表示される。なお、このカード代は購入後一週間以内であれば、窓口で返金される。リスボア・ビーバカード、ビーバ・ビジム、リスボア・ビーバカードは、メトロだけでなく、カリスが運行する市電、バス等や、定所川を溶かする、フェリーなどにおいても使用できる。ザッピングとは、スイカのチャージのような機能で、 5ユーロ以上のチャージでボーナスが加算される。このザッピング機能を使用するためには、1日乗車券等の機能を使用していないビーバビジムカードを用意する必要がある。緑線の環状運転か、赤線のアマドーラ方面への延伸など様々な計画がある。ありがとうございます。